はい、どうも秘密結社フェガミ総帥ハッチーでございます。今週はオーシャンステークス、土曜日ね、3月7日の中山芝 1200m G3 競争の予想をしていきたいというふうに思います。まあ、このレースもね、高松の宮記念への前哨戦ということで非常に大事なステップレースということで、まあ、今回ね、前回のスプリンターズステークスの上位馬2頭が1着馬3着馬が出走してくるということで、まあ、非常にメンバーが揃った G3 になりました。まあ、ですのでね、これも当てに行きたいなというところなんですが、こんな感じで行きたいと思います。まあ軸1頭紐4点っていう感じで、人気馬上位からチェックしてみました。まあこのレースね、結構固めに収まることが非常に多いようなね、レースというかね、まあ、他のレースと比べて人気サイドでの決着が多いということでは、上位人気を信頼していいのかなというふうに思っております。まあ、現在のところ1番人気2番人気がネット競馬の想定と逆なんでね、ちょっとそれはまあ あれなんですが、まあ、軸はね、タワーオブロンドンの方でいいと思います。まあ、枠順の有利不利ないコースでね、1番2番に1番人気2番人気が入ったんで、ある意味マッチレース的になるかなというところなんですが、まあ、去年勝ってきたのはタワーオブロンドンの方だぞと考えると、まあ、こっちを軸にしやすいかなというところですね。まあ、この2頭が抜けて今のところ実績上位なので、ダノンスマッシュも印を回しておきたいんですが、ロードカナロア3区がね、一般的にはまあちょっとピーク期が短いんじゃないかと、今年不調だぞみたいなところもあるんで、まあ、少しね眉唾ものということもあって、まあ軸1頭紐4点少し点数控えるためにもね、こちらを軸でいきたいと思います。まあ、ただ2番ダノンスマッシュの方もね、現在1番人気、それだけまあここ目標に仕上がりがいいってことですかね。まあ今年こそ G1 勝利で父の後継の座、まあロードカナロアの後継種馬は欲しいなというところにはなります。去年も前哨戦を勝ってきたように、休み明けでも仕上がる馬ですから、まあ少なくとも紐からは消せないなという感じになってきます。まあ、そして人気はね、上位が3頭までという感じなんですが、1頭消すならという感じで、10番のナックビーナス消しで行ってみたいと思います。まあ、3年連続このレース2着と適性はありそうなんですが、それでもまあ7歳牝馬、まあ、そして前の3年はね、年内に1つ叩いてからここというところなんですが、一息入れてね、年末オープン特別を2つ連続で使ってからここって、ちょっとローテを変えてきましたね。まあ、年取ってきたんで疲労回復に時間がかかるようになって、ちょっと間隔を空けてみたというような気もするんですが、まあ、基本的には、それでもね、指数的にもここのね、1年で少し能力落ちてきたようなところも見受けられますので、まあ、ここは消しでいいと思います。まあ、そしてその分紐を拾っていきたいのが14番レジーナフォルテ。まあ、中山に限れば3戦連続馬券圏内の中山校舎と言える馬です。まあ、金層もね、それに限らず安定した能力を発揮していて、ここの中でもメンバー上位という実力を見せてくれているので、まあ、こちらをね、紐に拾っておきたいと思います。まあ、そしてキングハート、今回が初めてなんですかね、ブリンカー装着ということでね、ブリンカーマークがついてます。前走も中山でそれなりにまとめてますから、まあ、そういった効果を期待したいところということになります。まあ、そして活発ハッチはね、準オープン昇級以降、新潟の直線 1000m しか使ってないということで、まあ、ここを叩いて春の新潟シリーズに期待をしたいなというふうに思っています。まあ、そしてハウメア、まあ、この馬、まあ、先週もね、クラブ馬が、ソウルスターリングがね、引退レースで3着に来たように、案外引退レースってね、仕上げてくるパターンって多いんですが、まあ、クラブの6歳牝馬ってことで、多分ここが引退レースですし、命一かなという感じで、まあ、軸1頭紐4点でいきたいと思います。まあ、そして今回もチェックしておきたいのが12番ラブカンプ、今15番人気なんですが、まあ、徐々に不調期を脱して、不調期脱出以降は徐々にね、タイム指数なんかも上がってきてます。まあ、そして徐々に踏ん張れるようになってきているんで、ここでもどれだけできるかというのはチェックをしておきたいなというふうに思っております。まあ、以上、軸1頭紐4点、3連複で言えば6点、3連単で言えば36点で狙っていきたいと思っております。以上、ハッチーでした。